めるボタン。放送始める。開始ますか。はい、開始します。再送止まっちゃってるので、始まり。あ、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ごきげんよう。10月、今日は23日、うん、日曜日第43回目の日田貴則ニコニコ生放送です。皆さんお元気でしょうか。コメント、はい、ごきげんようね。今週は今日、ホームページにアップしましたけれども、20日に、ワールドネット TV の番組、これは池永浩輝って僕の詩とかいっぱい書いてくれてる、主催する、会社の堀江純ちゃんの、堀江純さんのあのラジオ番組ですね。コミュニティ FM のなんとネットワークを作ったっていうね、ディレクターの佐々木さんという人が株に乗って、株ですよ、株に乗って全国のコミュニティ FM を回ってネットワーク作りましょうということで、番組提供しますっていうことの第一弾がこの堀江純ちゃんのファインミュージックアワーっていう番組なんですけど、もう、石井明美さんだとか、H2O の中澤さんだとか、あとそうそう、なんだっけ、忘れたけど何個かもう撮ってあるみたいで、株の燃費はいいよね。リッター100キロぐらいいくんじゃなかったかな、持っていくのかな、そういう番組ですね。2週続けて、の収録で行ったんですけどもね。で、生演奏、それから堀江さんと一緒にやるっていうのは初めてかな、うん、初めてですね、やりましたけども、まあとても和気あいあいなスタジオでやり放題で、出しが効かないね、話が飛びますけど、カブブルンブルンブルンって感じじゃないな、ブルルンブルルンブルルンブルンドドドドドドって感じの、後から動力が遅れてくる感じね。まあそういうことでいいんですけど、堀江さんはですね、実は、同級生なんです、1960年生まれなので同級生なんですけども、でもね、6年前に、メモリーグラスっていうシングルが大ヒットしてしたんですけど、その1981年にデビューされてるわけです。僕より6年先にデビューされてましてですね。で、その当時僕は何をしてたかっていうと、京都にいましたね。で、京都のね、丸ビルっていうビルがあるんです、ファッションビルが。そこに夏にね、大文字焼きとかもありますけども、まあ、そこら辺兼ねてビアガーデンが夏だけ限定でオープンするんですけど、そこで大学の後輩の紹介でディスクジョッキーのバイトがあるって、ディスクジョッキーって俺何も喋れないよみたいな。今はちょっとは喋れるようになってますけども、バルビルです。全然喋れないですからね。喋んなくていいんですよ、結局レコードを回して、右京区からお越しの何々さんのリクエストで堀江純メモリーグラス聞いてください、プチ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 ってかけるんですよ。で、ジャケット見てたんです僕ね、堀江純さんって、どんな歌なんだろうって聞いてたら、初めて聞いてたんですけど、これ女の人の声じゃん、でも堀江純さん男だよねこの人ね、ってね、すごいびっくりしたっていう記憶がありますね。それが1981年、その6年後に僕は東京にね行って、それからデビューするわけですけども、まあその時の初め、その日に会った作詞家が池永浩輝で、まあ、その縁で、堀江純さんと初めて、それから何年経ってんでしょうかね、81年、あ、30年経ってんの30年後に堀江さんと一緒に、デュエットやりましたけども、まあ面白いですね。というわけで、この間はユーストリームで放送してたんですけど、これそれもね、セッションやってたんですけど、今日あれ俺ちょっとうまくいかなかったからやり直しで、今日はカバーからいきます。これは井上陽水さんの、帰れない二人っていう曲なんですけども、わかりますか、帰れない二人。
これ今山の清志郎さんと一緒にね作ったらしいです。当時もう、まあ、デビューしたての頃陽水がね、清志郎さんがよく陽水のうちに行ってあの一緒に曲作ってたそうですよ。で陽水はカレーを作ってご馳走してたんだけど、うん、なんかそんな話を、その二人の接点って全然想像つかなかったんですけど、3年前ぐらいに YouTube で見て、この二人一緒に作ってたんだこの曲ってびっくりして、玉木浩二さんと一緒に陽水さんが歌ってるのもありますけどね。じゃあ今日はちょっと日浦貴則で帰れない二人行ってきます。今日暑いので扇風機ついてるんですけど、聞こえます？プル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 とかブーンとか大丈夫かな。おお、いるかな、みんな。なんかおとなしくなりましたけど、言いますか？ OK、 はい、じゃあこれ今日は暑いからじゃあ帰れない2人。思ったよりも夜露は冷たく、二人の声も震えていました。
なんかニコニコクルーズがいらしたみたいで、ありがとうございます。今あのプレミアの会員の方2人入っていただきましてありがとうございます。そろそろレベル上がるのかな、ずっと上がんないんだけど。そうです、自腹です。っていうかね、はい、あの毎週なんていうか楽しいので自腹やってます。ぜひ、僕の夏に出たアルバム Sea of Love 夏の日の1993のセルフカバーも入ってますから、この下の方に出てやってます。ぜひ買っていただければありがたいなと思います。メロン、メロンじゃない時にクルーズね、そういう時にクルーズはクルーズってやっぱりプロは違います。ありがとうございます。何やってんすか、歌ってます。リクエストを受けてできる、リクエスト受けますよ。はい、夏っぽい曲お願いします。いきなりかい。今日はねメロン、じゃあ今日はですねちょっとまたそれは、リクエスト書いていただければいつかやります。夏のクラッシュンはですね稲垣純一さん、稲垣純一だよね、マイディアワン、あ、よく歌ってますね知ってるんじゃない、結構みんな一回来たことあるのに来なくなったっていうことかな。あ、いやいや、ね、来てくださいよ、毎週やってんですからね。道、ああ、いろいろ言っていただいてありがとうございます。今週は今からリクエストのコーナーなんですけど、前回の、リクエストありましたね、あれ飲もうぜっていう歌詞だけ覚えてるみたいな。あ、シングルオーティス、マイディアン、ありがとうございます。はい、日曜日に放送してますメロンと急に賑やかになったね。日曜日の8時から、ね、来週は9時からやります。ちょっと後で言いますけどね。あ、マギアラ君の歌ね、はいはいはい、この間、あ、そうだ、なんだっけ、あれなんだっけ、なんとか35ね、あれで一緒に歌いましたね。毎回見ろ。今日はですね、これはね Be My Baby って曲でした。 Be My Baby、これね1999年の I っていうバンドで僕やってたんですけど、オフコースのね、清水仁さんと、ギターの杉山トムさんでガッチャンと僕とでやってたんです。その時のトムさんが作った曲で Be My Baby、Be My Baby ゲゲゲイっていう歌なんですけど、まあこれは、新宿、2丁目あたりのね歌っていうかね、まあその失恋するというねゲゲゲがそれを魚に酒を飲んでるトムさんって、これ僕じゃありませんからね、そういう歌です。じゃあ行ってみます。 Be My Baby。間違えた、失礼、冴えない顔してどうして振られたのか、自慢の胸元セクシーポーズ、聞き目はなし、相手がお堅い堅気じゃ門前払いも仕方ないだろう。 Be my baby yeah yeah yeah、 今夜はおごりで潰れるまで飲もうぜ。落ちたマスカラを拭けよ、
笑っちまうぜ。泣き言言ってもわめいても「あいつはのんけじゃん」「退屈してたところさ」「行くとこまで付き合うぜ」「Be my baby」「Yeah yeah yeah」今夜は踊りで潰れるまで飲もうぜ飲もうぜ、こんな感じね。これバンドでもうウェーンっていう感じなんで、非常にこれをギター一本で再現するのは難しいなどと言い訳したりとかしてね、まあ珍しい、この放送聞いた人がまた頑張れる、嬉しいですね。リクエスト主ですか、はい、ありがとうございます。リクエスト書いてっていただければ、僕後で見ますから、ちょこっと書いてあっても一応メモしときますからね。リクエストあったら言ってください。で、あと11分、夏の日の1993ね、はい、書いてくださいね。その数が大きくなれば来週やったりしますけどね。さて、ですね、情報解禁ボーンメドレー、ほうほう、 iPad じゃない、早くも iPad 今日使ってませんね。本当にもう秋っぽいっていうかね、もうこううわーっとやると満足しちゃうっていう、本当にバカですね。バカといえば、そうそうそう、見ていただけました、 CP60 の修理、状況、作業状況、ホームページ、1993.jp に、ありますけども、ちょっと抜粋であんまり詳しくやると本当に引いてしまうだろうなと思って、ピアノってあんなに複雑な作りになってるんだってことびっくりしましたね。もっと楽に作ってあるのかと、ものすごい精巧に作ってあって、いやー、糸をね76個変えたんですけどね、ほんと腰が、痛かった、座ったままでやってたんですけども、あー痛かったけどね、コンデンサーも変えたけど全然意味なかったって。結局銅板テープでシールドしてノイズも消えたとかね。あとはやっぱりあれ調律が難しいね。あれいつかプロに来てもらわなきゃいけないんだけど、ほんと CP はさらに3本のとこ2本になってたりするんだよね。2本のとこ1本になったりする、弦の張り方。ピアノって複数のやつがなってるのね、中音域とかはね3本ぐらいになってるんだけど、
少ないから難しいな。で狂いやすいからね、まあそれすぐ弾けるから、もうこっから出して、デスクの隣に置いたから、今ね次の曲をいろいろこうピアノでやってたりなんかするんですね。はい。で情報解禁、さっき言ってたこの間も前もちょっとハーモニカ遊んでこの間も言ってたんですけども、やっぱり汗かくよ、熱い、今月の頭ぐらいに行ったのかな、クイズカラオケ名鑑、クイズタレント名鑑ですね、あの例の、カラオケ、歌われるまで、帰れませんってやつですね、あれ行ってきました。で情報解禁が24日ってことなんで、ほぼ24日近いから行っちゃおうかなと思うんですけど、10月30日の日曜日の、8時から9時ぐらいですね、あります、また出てます。今回出演者はですね、ゾーンの永瀬美優ちゃん、それからガオ、大事マンブラザーズの立川俊之さんで、水木一郎さん、それから誰だ、ジョニー大倉さんでしょ、それから大沢みきおさんに、なんか、深川俊之、ふっくんですね、それからクワマンさん、あと誰か忘れてるぞ、これひらがなで書いてあった、わかんない、朝倉美希さん、はいはい、朝倉美希さんね、こんちゃんは、こんさんはですね今回欠席ということで、それで僕が、ピンチヒッターでってことで呼ばれまして、また、遊びに来ました。今回は新宿じゃありません。でいつはけたかは言わないでくださいということでね、クイズなのでね、まあでもまた例によってカラオケ遊びとかしております。テキーラを飲んだりしました。大沢美京君にテキーラ日村さん飲みましょうってことで、いや飲もうかって飲んじゃいましたけどね。はい。でそういうことあります。10月30日で来週は、9時からにします。なので8時9時にこの、カラオケ歌いられるまで帰れませんってやつが、帰れませんがありますので、その後に、ニコ生やりますので1時間遅れでそれを見てから、いろいろとまた日浦のバカがみたいないろいろ書き込みコメントいただければ楽しいかなと思いますが、で iPad 使いましょうかね、またね、もうちょっといっぱい曲入れてからもうどっかでもかかってらっしゃい、こうね攻撃かしてみたいと思いますけど、じゃあ今日最後の曲はですね、そうです、これもリクエストなんですけども、はい、あなたのリクエストでございますよ、はいはいはい、髪がまたくしゃくしゃになってしょうがない、そう、あのね、また久々に歌うんですけども、曲はセールオンです。またね、各地で放射能が高い、放射能がまた検出されたりとか、あとよくわかんないんだけど TPP ね、保険に大打撃であったりとかするとか、農業生産者大変だとか、あとは今週のニュースか、日韓通貨スワップとかで5兆円が融資されるとかね、増税、復興増税のやつのとかはそっちに行っちゃうのみたいなね、どうなってんのみたいな感じがまた日本でありますが、しっかり皆さん政治に興味持って、注視しておきましょうということで、今は耐えるコロナのかなってことで、セールオン。物心ついた頃の俺はなぜかやんちゃ坊主で、いつも体中に傷が絶えることはなかった。少年の頃に涙止まらない夜が来て、人と争うことがとても嫌になった。無意味な笑い浮かべた鏡の中の自分に、お前は誰だと問いかけろ。セールオン、心
塞ぐ光を二度とごまかさない、線路をたどり着いたのはあの日の俺が立っていた場所、しがみつけるものはいつもすべてしがみついてきたさ、蹴散らされ叩きつけられ、唾を吐かれるまで、手を離した時に思いもしない明日が、運が良けりゃ待っていることもあった、叶わぬ夢を嘆くより、一緒に泣いてくれろ、笑ってくれる君を愛そう、Sail away、 何のために生きてるなんてもう悩まない、 Sail away、 今ほぼ晴れ、まだ見ぬ明日へ漕ぎ出してゆけ、それでは、また来週お会いしましょう。日浦さんでした。ありがとう。